私たちの負けか。シェアを奪われてなければ負けなかったんだから。ごめんね、ユミちゃん。これで認めてくれるんだよね、私たちがこの国のシェアを全部もらっちゃうこと。それはダメね。どうして私たちが勝ったのに。そんなことをしても意味がないからよ。あなたたちももう気づいているんじゃないの。それはこんなこと認めるのは悔しいけど、ネプギア、あんたたちは私たちより強い。だからあんたたちの方が可能性は高いわ。可能性って何の。その大事に持ち歩いている剣で私たちの命を奪いなさい。そしてその力で犯罪心を倒すのよ。ノワール？何を言って、そんなことできるわけが。あら、本当に持ち歩いてたのね。それは持ち歩いてたってことは、少しはそういうつもりがあったってことでしょ。別に悪いとは言わないわ。私もそれしか方法がないと考えていたから。違います。これは誰にも使わせないために。まだそんなこと言ってんの。どうしてもできないというのなら私たちがやるわ。その剣を渡しなさい。やめてください。そこにしまってるのね。さっさと渡しなさい。やめてよ、ノワール。どっちかが命を落としたんて、そんなのダメだってば。やらなきゃ。ゲーム業界が、私たち全員が命を落とすのよ。さあ。この剣だけはやめてください。そのまま剣を離すんじゃないわよ。ノワールさん、今自分から。お姉ちゃん、あんまり手間かけさせないでよね。それとごめん、辛い役を押し付ける。嘘、やだ、ノワールさん。ブランもベールもきっと似たようなこと考えてるよ。この剣を使わなきゃって。だから、気にしないで。ゲーム業界のためだものね。私はお姉ちゃんみたいに自分から刺されてあげたりなんかしない。だからちゃんとあんたの意志で私の命を奪いなさい。やだ、できない、無理だよ。ここまで来て甘ったれたこと言わないで。早くして、あんたの意志を私に見せて、ゲーム業界を救うんでしょ。お姉ちゃんを無駄死にさせる気なの。でも私だってこんなこと頼みたくない。でもあんたにしか。お願い、
ネプギア、お願いだから。ありがとう、ネプギア。ユニちゃん、それじゃあとは頼んだわね。ユニちゃん、ユニちゃん、泣かないでよ。最後までそんな顔されたんじゃ安心できない。ネプギア、お姉ちゃん、私、私、ネプギアは悪くないよ。これは二人が望んだことなんだもん。もう後戻りできないんだよ。二人のためにもしっかりしなきゃ。大丈夫、ネプギアだけじゃない、私も一緒だから。来たのは君たちか。それはつまりノワールとユニはもうこの世にいないということだね。はい、私、気に病む必要も謝る必要もないよ。僕はもともと剣を使うことに賛成だった。君たちをそそのかしたと言ってもいい。ただなんだろうね、この気持ちは。自分勝手なことは承知しているけど、君たちとはあまり長い時間同じ部屋にいたくないと感じているんだ。すみません、もう帰りますから。そうしてもらえると助かるかな。特に用があるわけでもないんだろうし、君の罪悪感に付き合ってあげるほど僕も暇ではないから。失礼します。感情を抑えるのに精一杯ではね、らしくない、全く僕らしくないよ。